動くときね、この一発目の音、例えばまあでもいいんですけど、この動くときにリズムをきちんとキープしてね、木村浩二でございます。ありがとう。そしてアシスタントのエリです。ほらね、エリも多かった、エリも、はい、というわけでね、今日はコードチェンジの方をやっていきたいんですけど、なんで苦手かというところからまずいきたいんですけど、あのバッティングの練習したでしょ、幅がこう全然全然、それがちょっとね、リズムに合ってないんだな遅いんだな、そうなんだな、遅いんだな、おにぎりは美味しいんだな同じじゃん、そう同じだ、俺同じじゃん、なんかテンション同じだよ。というわけで、今日はその苦手克服という意味もね、込めまして、はい、ギターのコードチェンジをちょっとね、やってみようかなと、やってみよう思います。はい、というわけでじゃあいつものやつ出しちゃってくれるか。来るよ来るよ来るよ。ジャッキーン。あれ？危ない危ない。危ない。後悔？そうだね。じゃあ、はい、出てきましたね。大丈夫？うん。ちょっとじゃあ軽く音出してみてください。はーい。はい。そう。でその時にやってたのが、今 A を押さえてますね。A。でその次が G、その次は F、でもう一回 G に行って A に戻る、まあ、こういう簡単な、コード進行で行ってたわけですよね、はい、じゃあちょっと試しに弾いてもらいましょうか。どんな感じだったか覚えてる範囲で。完全に崩れておりますので、ね、後半でなんでこういう風になっているのか、どういう風にやったら、コードチェンジがね、うまくできるのかというのをお伝えしたいと思います、というわけで、どうやったらね、コードチェンジ、ギターのコードチェンジがうまくいくのかと、はい、いうのを今日はこう髪の毛ペロンとなってるよ、大丈夫、 OK、 いきたいと思います、はい、まずエビちゃんがさっき弾いたやつね、A で G で F と、これ繰り返したわけですねっていくわけですけども、この時になんでエビちゃんがリズムに乗れないのか、ね、これを解説したいと思います、はい、これね、まあ A からこの G に移動するわけですけれど、この時に例えばこうこれを弾いてますよね、この動く時ね、この一発目の音、例えばまあでもいいんですけど、この動く時に、なんだろうな、この形って、まあ、最近はもう押さえやすくなったかもしれませんけど、ここからここに移動するときに、何を優先してるのかなんですね。エリちゃんは多分、弾いた後に、一生懸命今度、こうやって弾いてますよね。その後に、こっちの G に行くときに、指が G を押さえてから、また弾いてるわけね。だからリズムに乗れてない。極端にやると、ちゃんと指が押さえられたなと確認、こっちの確認をしてから弾いているから、少しずつ少しずつずれていくわけですね。言ってる意味わかる？
だから A から G に行くときにもうほぼ同時っていう風にできなきゃいけない。要はだから例えばじゃあ A を弾きました、話します、ちょっと移動します、形を決めます、押さえます、押さえると同時に弾いてますっていう一連の動作があるわけよ。弾いた、離した、移動した、形を整えた、押さえた、弾く、まあ、押さえたこと弾くは同時なわけですけど、なので、目標を作るべきなんですね。目標、いいですか。はい。例えばこの形ね、この形、この中のどこかを自分の目標とすればいいよ。一番簡単なのはやっぱこの指ですね、人差し指、この人差し指がこの形をキープしたまま、どこに行ったら G になるの。今5フレットにありますね、人差し指が、どこに行ったら G? G 3フレットにね、ってことは今この指を、その限られたリズムの中でパッてすぐ移動できるように、ここを目標にしてスポッ、もっと分解して言うと、だから離した移動したのところでスパンって自分で行けるようにしなければいけない。そうじゃないとリズムに乗れない。乗れない。でプラス G に行ってグッと押さえた瞬間にもう右手は弾けてないんだ。そうじゃないと弾いて離して移動して確認してから押さえて弾くではもう遅いと、こういう風にちゃんと弾けなければいけない。早いね。ちょっとやってみようか。はい、 G ちょっとやってみて。はい、できてるよ。できてる、大丈夫。その移動するときにね、だからどこを目標にするかだけなんです、簡単に言うと。だから人差し指を目標にすればいい。こういうコードの場合はだよ、ここから次は3フレットだから人差し指だけ見ててあげる、人差し指だけ見ててあげる、人差し指見てた、そうすれば次の目標が分かってるから、話したときに次どこだっけなって考える必要がないから、その分の時間も短縮されるでしょ。次をどこを弾くのかっていうのをまず覚えておくのが大切ですね。で、その目標をピッとすぐ動かせるように、ピッとやれると一番いい、でもうそこの G を押さえた瞬間にもう右手はポンと弾いてなきゃダメ。例えば違うコードね、じゃあこの G がありますね、ここからじゃあ、この F を弾きますと、っていう例えばコード進行があったとするでしょ。最初こういう押さえ方ですよね。でこの行くときに、ではもう遅いって、リズムに乗れてないでしょ。もう形を作ったと同時にポンとこう押さえられるようにしなければいけない。できない。できなくないだからそういう練習、もう次のコードに行った時にはもう右手はちゃんと押さえていると、リズムをきちんとキープしてね、いいですか。コードチェンジか、上手になりたいという場合は、まずもしパワーコードがこういう場合だったら、次に行くところをもう見とくって感じかな、こう弾きながら次 G だなと思ったら、もうこう弾いてるときからもう G は見とく、もう移動できたな、次 F だな、パッで押さえたときにはもう右手はちゃんと弾いてるように、そうしないと逆に言うとリズムに合わない。右手は変わんないわけだから、左手の動かし方をピシッピシッと決めていく。
何そのやっちゃったみたいな顔、うん、じゃあその辺も含めて、うん、ちょっともう一回やってみようか。もう一回、うん、あのその弾き方でいいからさ、リズムに乗って自分で、はい、せーの、はい、ひどい。ひどい？いや、まあそういう風な練習をね、意識をして、次はどこ、次はどこ弾くっていうのをちゃんと意識して弾くと、コードチェンジも簡単にできるかなと。意識したよ。意識した。まあだから今すぐパッとは変わんないかもしれないですけど、そういう練習を繰り返すことでリズムが良くなっていくと。はい。お。はいはい、はいはいはいだろね、うん、いやそんなわけでそういうことを踏まえながら、うん、ちょっと練習をね、はい、してみてください。してみてください。お前もだよ。君もです。君もです。お前だよ。やろう。はい、そんなわけで今日はこんな感じで終了でございます。うん、さよなら。